この度参議院選比例代表に UFO 党から立候補いたしました韮澤純一郎でございます。かつて、富士山を背景にジェット機に追跡される2機の円盤型 UFO を目撃して以来34年、 UFO 問題を研究してまいりましたが、この問題が世間からいかに受け入れられないか、からといって公的機関、科学技術者、そしてマスコミなどからいかに、好意的に扱われなかったか、私 UFO 党比例代表韮澤純一郎は骨身に染みておるところでございます。今世紀の最大の謎ともいえる UFO 問題は1967年、有名なロケット工学の父でありますヘルマン・オーベルト博士が UFO が確かに地球外の宇宙船であり、また全世界に関係のある重要問題の一つであると宣言されております。私 UFO 党比例代表韮澤純一郎も全く同感であります。また1977年の第32回国連総会において次のような決議案が満場一致で採決されています。つまり UFO の研究及び地球外知的生命体との間に今後起こりうる接触についての研究を促進し、奨励するための国際協力関係を推進するというものでありました。しかしながらこの決議事項はその後あまり進展しておりません。そこで私 UFO 党比例代表韮澤純一郎は森脇 UFO 党党首の適切な助言により、国連の SEAT 啓発と変容のための協会に対し働きかけを行いました。この団体は国連本部で UFO に関し活動を継続している職員グループであります。その内容は、日本に本部があります国連大学に UFO の研究機関を設置してはどうかというものでありました。